入ってますね。私たちのために、私たち一人一人の罪のために身代わりとなって十字架にかかり、三日目に死ぬ誓って身代わりとされた主イエスキリストに期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。まあ、時間が少しも押してますので、早速聖書に入っていきたいと思いますけれども、先ほどお話しましたように、この吉明は、秋元牧師が今回10月に来てくださった、7日にかな、来てくださった時に開かれた御言葉です。そして、また、今回フィリピンに行った時に神様が導かれた御言葉なんですけれども、3つポイントがありますが、まず1つ目の大きなポイントがあって、これ何かというとですね、吉明の頭で、吉明に対して神が与えた言葉なんですね。で、1節から見ていくと、さて、主のしもべ、モーセは死んでと書いてます。モーセはしもべだったんですね。まあ、今日の説教に行く前に、しもべって書いてあるんで。しもべっていうと奴隷なんですけど、なんかそういうとなんかすごく否定的なイメージが日本語はありますが、いつか言ったと思いますが、チャック・スミス天国に帰ったそうですね。つい最近。10月3日だったっけ。B ちゃんの誕生日ですね。10月3日にチャック・スミスは天国に帰ったそうです。ね、でチャック・スミスは、日本に来た時ね、今でもよく覚えてません。ちょっと太っててですね、で、とっても、柔和な顔でですね、ものすごく綺麗な英語をゆっくり話す人なんです。ね、で、その方が、日本に来て、ここじゃない、パウロ書簡だったんですけど、パウロが、私は死のしもべって紹介した。で、私も、死のしもべもこれで十分だって。もうこれ以外の自己紹介はいらない。これも最高の祝福だって、本当の笑顔で言われたんですよね。で、しもべっていうとなんか皆さん暗いイメージを持つ方がいるんですけど、とんでもありません。主のしもべっていうことは、もう罪から解放されて、人からも解放されて、自分からも解放されて、本当に私の命をかけて愛しくださった、イエス様の主のおっしゃるままに生きていく自由があるんです。無理やり奴隷になったんじゃなくて、喜んで自分で選んで、その神様のおっしゃるように生きたいと思っている、本当になんかね、最高の生き方ですよね。それが主のしもべですね。まあ、そのモーセが死んで、後、主はモーセの従者、ヌンの子ヨシアについてどうされた。ヨシアが新しい年を立てられたんだ。一番最初言った言葉はね、私のしもべモーセは死んだって言ったんですよ。で、モーセが死んだことはもうヨシアが知ってるのにわだわだ言ったんですよ。なぜだと思いますか。これはモーセを否定したんじゃありません。モーセが死んでよかったねとかね。やっとモーセいなくなったとか、そういうことは全くありません。モーセは素晴らしい指導者でした。聖書の中で、モーセのことははっきり書いてる。モーセほど謙遜な人はいなかったって。ね。あら、エドワードさんかモーセかって感じですけど、ね。本当に謙遜だったわけですね。そして、モーセは、アラの40年間、イスラエルの民を指定地部としたと導いたわけですね。素晴らしい指導者。今でもイスラエルに行ってですね、政治家にですね、あなたはモーセのような指導者ですねって言うとね、最高の褒め言葉なんです。もう、モーセってのは今でもすごく尊敬されて慕われてます。ね。そのモーセは死んだよってのはどういうことかって言ったら、モーセは、イスラエルの民を出エジプトさせて、40年間アラノを治めた。ちょっと脱線しますけど、脱線が多いけど、これも面白いんですよね。モーセはまずその前に40年アラノにいますよね。それから召されて、出エジプトしてアラノを治めるんですね。なんでアラノ40年間イスラエルが治めたかというと、不信仰だからでしょ。本当は8日でよかったんですね。8日で。8日でよかったんです。でも、もうみんなまたかと思ってますね。ぜひ新しい人連れてきてください。で、8日でよかったのに、不信仰だったから40年間、さまようことになったわけですよね。でも、その前にモーセを40年間アラノで訓練して、実は、イスラエルのためを40年間アラノで導くように準備していたということは、イスラエルのためが不信仰の上に、40年アラノでさまようかならないということは、もう、神様の計画の中で織り込み済みだったんですよ。だからね、自分の不信仰や失敗でね、悔やんでる人いるでしょう。あの時ああさえしなければって、あの時こうさえしなければ、あの時あの人があんなこと言わなければって、私の人生は変わったのにと、クリスチャーになっても悔やんでる人いるでしょう。騙されちゃいけません。一切の民が不信仰になって40年さまようことは、神様はもう織り込み済みだったのです。だからモーセを40年間あので訓練した後に、呼び出して、イスラエルを導き出して、カナンの地に8日で行けるのに40年、アラノの様がいけないことを分かっていたから、アラノのプロにしたわけですよね。なんで、ね、面白いんですよ。神様ってのはね、そこまで知っておられるのです。ね。で、これで、まあ、今日の説教のテーマじゃないんですけど、ね、それは覚えてください。それで、40年アラノの様だったモーセはね、素晴らしい少女だった。マナが毎日降りました。まあ、安息日の前の日は2日分降りましたけども、マナが降り、時々、器が飛んできて、ね。いろんな、水も湧き出たり、いろんな奇跡が起こりました。アマレクとの戦いには勝ちましたし。ね。たくさん祝福と奇跡があったんです。でも、モーセの時は、
一番最初に約束されたカナンの地を与えるっていう指定事務した目的、一番核の目的というか約束は何一つ成就しなかったんです。1ミリとしてカナンの地を与えられなかったんです。モーセの時代は神の恵みがありマナが降りました。神の愛がありたくさんの祝福がありました。でも約束のカナンの地に関しては1ミリも与えられてないのです。だからモーセの時代というのはひたすら忍耐の時、荒野の時なんですね。でヨシアの時には変わるんです。どういうことだ。モーセは死んだよって、モーセは本当に素晴らしい人だったし、モーセは本当に素晴らしい神の器だった。でもモーセの時代は終わったんだよって、もう荒野をさまようこともないし、ね、もうあなたはモーセの真似をすることもない、全く新しい時代、占領の時が来たんだって、約束の成就の時が来たんだよってことなんですよ。でモーセとヨシアってのは分かりやすい。でも一人の人生の中にも一つの教会の中にもあるんです。忍耐の時って、モーセの時、アラの時ね、アラの時って嬉しくないですよね。マナは素晴らしい恵みなんですけどね、毎日マナが降りつけるとまあなって感じになりますよね。何かというと忍耐の時ってあるんです。人生にはどんなに頑張っても、ね、神様の愛は降り注がれている、神様に応えてくれる、でも一番大事な約束のこのことに関しては何も起こらないっていう忍耐の時ってあるんですよ。これ、アラの時ですよね。で、ヨシアの時って何か言ったら、もうその時代は終わったんだよって、こっから全く新しい時代、ステージに入るんだっていうことを、神様はヨシアに言われたんですね。これが今日の御言葉なんです。でこの後二つポイント話しますが、ここが一番重要なんですね。はっきり、シノジカクリスチャンセンターというこの群れは、時が変わりました。その中の一つの教会である神の使命の合わせ教会も、明確に時が変わりました。で一つは、シノジカクリスチャンセンターの時が変わったのは、この前のエルサレムの平和を祈る集会、あれは長教派の集会を主の十字架が中心になってやったんですね。そしてエルサレムのことに関する集会をやったんですね。ことごとく予言の成就で中心の使命が始まったわけですね。で今回行くイスラエルチーム、まだ7歳から誰も確実になってませんのでお祈りください、ね、このイスラエルチーム、このイスラエルチームに終わった後日本に戻ってこないで、いきなり ECI というイスラエル宣教をしているヨーロッパの宣教団体のところに行って総会に行くわけですね。日本に帰らないで、パウロさん僕たちはね。でその後チェコのプラハと、それからポーランドに宣教に行くんです。例の高いじゃありません。今度は宣教に行くんです。でこれはね、一番最初の言はね、ポーランド言だったんです。でプラハのことが語られたんです、殉教とともにね。それで我々の最旧宣教地はイスラエルなんですね。その核の、本格的な核の使命に向かって動き始めた。しかもイスラエルが一般日本に帰らないで、直接、我々はいつもイスラエルから、霊的にはイスラエルから使わされてるって言われますけど、実際的にも今回イスラエルが直接行くんですね。でこれはね、群れ全体のことを考えるとね、明らかにね、ステージが変わったってことなんですね。で、ラサイ教会の皆さんですね、はっきりと火が移ったんですね。で、今回、フィリピンに行きましたけれども、長崎教会からほとんど人行ったんですね。でこれは新しい選挙の扉が開いたっていう、まあ、勝って言ってたんですけど、再び開いたってことと、もう一つはですね、8月にパウル牧師が来られた時に、実はこのフィリピンの話が来たんですね。それと同時にですね、8月のパウロ聖火の時に、ね、じゃあ私は7月に祈ったんですよね、神様、勝って、いろんな海外選挙行っておりましたって、再び海外選挙にね、パウロ牧師と一緒に行くことも素晴らしいけども、それとともにスピーカーとして行くことがね、開いてください。で、私の頭はね、2、3年後と思った。2、3年後に、今ではとても行けないから2、3年後に、ここからちょっと悔い改めて真剣に祈り直して2、3年後に行けるようにって祈った。ね。で、それで、誰にも言わず、妻にも言わず、一人で人かに神に祈った。そしたら8月の頭にパウロ牧師が福岡に来るときに、空港で待ってたら、ミッションアジア部門から電話があって、秋元牧師からの依頼でフィリピンに、今回は招聘があるけど自分が行けないから行ってくれませんかってことだったんですよね。で秋元が来られて確認したらそういうことだったんですね。でこれはびっくりしました。私は 2,3 年後と思ってたのに来たでしょ。しかも来年の2月5日は皆さん殉教聖会は水曜日なんです。でこれは大きいんです。26世紀が本当に実際殉教したのも水曜日だったし、秋元牧師たちが結婚式を終えたのも水曜日だったんです。で私は来年の2月5日の水曜日はこの2年雨が降りましたが、来年は晴れると思ってるんですよ。で西坂の殉教聖火にすごい見心を感じたの実は。でそこから再びカトリック選挙が始まるなと思ってたんです。妻はそう思って、私もそう思ってたんです。そしたら8月の、パウロ聖火の時に、なんと
すごいお方が来られたんですね。カトリックの。で、これオンラインでして全国に流れてますので言えません。ね、第一回で言いましたけど、日本のトップよりも もっと偉いって言った語弊がありますけど、偉いって言った語弊があるけど、ね、ちょっと、ね、来られたわけですよね。で、まさか来ると思ってなかったら来られたんですよね。で、びっくりしました。で、その後、原爆ホームでしょ。原爆ホームでカトリックの被爆者の施設ですよね。そこに招かれたでしょ。で、なんと私もジョイ牧師も歌いましたよね。明らかにね、私は2月5日行こうと思ったのに、もうすでに始まってるんです。で、この後、実はもっとあるんです。それちょっと言えません。公にするとね、その人の立場が まずいかなと思うことがあって、言えないこともある。明らかに次のステージに移ってるんですね。で、皆さんね、ふーんと思ってる人はいると思うんですよ。その人はさっき言った教会ってことはよくわかってない。教会ってのは建物じゃないんです。教会っていうのは集められた人々、エクレシアってのは集められた人々、私たちなんです。建物があってもなくても、主を信じる人が集められるところが教会なのです。で、主の教会クリスチャンセンターが新しい時代に入り、長崎教会が新しい時代に入ったということは、その教会の一部である皆さんも、新しいところに入っちゃうわけです。例えばですね、体でね、左手だけがですね、教会に行こうとすると、左手だけが今日は家で休んでいたいって言って、左手だけ置いてこれないでしょ。ちょっと今日外して左手だけ、じゃあ休んでなさいってね。じゃあ帰ってくるからしばらく休んでなさいって言えないでしょ。漫画の世界ですよね。ありえません。ね、だから、教会は体なので、教会が新しいところに入るってことは、皆さんもそこに入っていくってことなんですね。これはね、意識しないとね、だからなぜかというとね、人は、あんまり長く忍耐の時が続くと、新しい時代に入った時に、それをなかなか受け取らないのです。だからわざわざ、モーセは死んだって言ったんです。40年間荒野が続きましたねって。40年間戦いが続きましたねって。忍耐が続きましたね。でもそれは終わったんだよ。モーセは素晴らしい指導者だったけど、ね、モーセの時代は終わったんだよ。ヨシア、あなたの使命は違う。新しい時代に入るんだ。彼の真似をする必要はないんだよって。ではね、はっきり問いが変わったんですね。これ覚えてください。で、長いとね、信じてないわけじゃないんですけどね、コムです。サムデイ、いつか。5日じゃなくてね、サムデイ、いつか。ね。今と思えなくなってしまうんです。でもヨシアは常に今でした。戦いに続く戦いだったんです。でもその度ごとに占領していったんですよね。これね、覚えてほしいですね。そしてね、この本当はここで礼を言いたいんですけど、ちょっと時間がないから立って走りますよ。その後、死んだって言った後に、問いが変わったんだよって言って、今、あなたとこの全ての民は立って、立ちなさい。ヨルダン川を渡りなさい。私がイスラエルの人々の間をするうちに行きなさい。Go ですね。あなたが足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束通りあなた方に与えていると。この足の裏が踏むところはだから、踏むためには行かないといけないのです。例えば私が今回行かないで、例えば誰にしましょうかね。誰かに代わりにと言ってった。その人が行って足の裏で踏むけど、私は踏めないでしょ。足の裏で踏むってことは実際に立って渡って行かないといけないんですね。語られた神の言葉に従わないといけないんです。実際に。従うときに技が起こる。従うときにその地を与えるっていう神の勝利が与えるんですね。従うことは二つ目。で、全部話してから令和に行きます。で、三つ目ね。そのときに、四節。あなた方の領土はこの荒野とレバノンから、大河ユフラテス、ヒテ人の伝道及び火のいる方の海に至るまである。地図があるといいんですけど、これはものすごく広いんです、領域が。今のイスラエルはすごく小さいんです。性的なことはちょっと抜きにしてくださいね。性的なことはややこしいので、ちょっと性的な横に置いて、単純に聖書から信仰的に立つと、本来イスラエルは非常に広い領域を神から約束されているのに、彼らは少ししか持ってないんです。なぜかわかりますか？不信仰です。で、じゃあクリスチャンにも同じことやる。本来神が与えた私たちはすごく大きくて広いんです。でも多くのクリスチャンが、その神が与えるだけの領域を持たないで、小さく少しで満足してたりするんですよね。さて、一ついくつか箇所しますが、一つは賛美隊ね。賛美隊のことが語られていたのは実はですね、もう私が東京にいた頃から25年以上前です。当時 CD って言葉はなかったからレコードって言葉でした。ね、神様は、小十字架から歌集とレコードが出ると言ったんです。ね。それで、夜の礼拝でですね、何人か歌ってやったんですけど、全然うまくいかないから2週間でやめました。まだ時じゃないってね。で、十数年が過ぎたんです。そしたらですね、アメリカの賛美をやってたんですけどね、日本語に変えて、ある時東京アンティオ教会で礼拝が終わったら、一人の黒人がパウロ牧師に来られて、賛美が長すぎるし、賛美は疲れるって言われた。
ね。そう言われた時に秋元牧師は、言われた時に、内心ですね、確かにちょっときついなと思ったんです。ね、つまり、予言は、歌手が出て、すごい賛否隊が生まれる。で、日本中、世界中に行くって言われたのに、全然逆が起こって、最悪だったんですね。で、その時思ったんですよ。あの予言は間違ってたのかなと思ったんですって。その時、聖霊に語られたんですよね。今から、歌手を作り出し、賛美の働きを本格的に始めなさいって。最悪の時、でね、覚えてる人は覚えてるでしょ、殉教聖会をブリックホールでやった時に、ね、白紙でも出します、へのへのも皮紙でも出しますって言ったんです、第一週、野菜。それで実際、始まったわけですよね。あの時従ってなければ、今の賛美の働きはないんですね。でも、十数年間は、何にも起こらなかったんです。一曲としてオリジナル賛美は、公ではなかったんです。個人が作ってたでしょうけどね。公では一曲もなかったし、そんな強い賛美チームもなかったんです。フィリピンに行くと、フィリピンの人が賛美するの前に。で、日本人チームが賛美に出すと、珍しいからみんな集まる。一曲聴いてるうちに、がっかりして去っていく。二曲やったら誰もいなくなる。三曲目は日本人が思う、早くやめてくれって。大げさじゃないんですよ。今回言ったら、コラさんが笑ってました、エディの奥さんが。確かにそうだったって。ね。ところが、そういう状況だったの。説教者は最初に冗談を言って、離れた人を戻さなきゃいけなかったの。それぐらい賛美は下手だったの。ところが、神様は十数年経った時に言ってきたの。最悪の時に。もし過去に縛られてるとね、聞こえないんですよ。多くの人は、神が新しい時代になって、ヨシアに語ろうとするように語りかける。でも、過去のことに縛られていて、過去のことに捉えられていて、今神が語ってこられるその新しい語りかけを聞けなかったり、受け取れなかったりするんです。皆さんね、過去に捉えてはいけません。縛られてはいけません。神が与えてる祝福は大きいのですね。促しがあるからね、2週間か3週間前話したと思うんだけど、また言いますね。のりこさんのお父さんね、のりこ牧師の福岡教会のお父さんね、彼女は、のりこ牧師はね、7歳からエルサレムに使わされて、で、ちょっと、ね、癌の問題があって戻ってこられて、今実家で福岡で牧師をしておられますけど、お父さんは、クリスチャンではなかったんです。ね、もともと九州電力の重役だったんですけど、FBS の社長さんになりました。ね。で、FBS の社長さんになった時に、イエス様信じてなかったんです。全然。ね。で、子供と奥さんが神様を信じることは構わない。で、森には言ってくれるなってね。で、奥さんがね、行くとき必ずお祈りするんですよ。行ってらっしゃい、お祈りするわって言ったらね、最初の頃は黙って祈ってそうだけど、途中からね、もう祈りが始まって、じゃあ行ってくるか言ってね、行っちゃうような感じだった。奥さんと子供たちが教会のことも、神様に責任することも別にいいんだけど、自分は関係ないって人だったんですね。そしたら、FBS で CM スポット問題って言ってね、テレビの7時のニュースに出るような問題が起こって、新聞の一面トップで出るような問題が起こって、彼が、前の社長さんの時に、起こったことなんだけど、彼が社長さんの時に発覚したので、彼が散々責められてね、当時新聞の一面トップに大々的に出ました。彼がこうやって頭下げてるしとかね、ニュースになった。それぐらいすごかった。ほいでやめろってこうになったんですね。その時、さすがにご主人は疲れて家でね、もともと胃が弱いのに、もう胃が苦しくてね、こうやって座ったんですって。その時ね、奥さんはこれはチャンスだと思ってね、有名な説教者のテープをね、さりげなくね、ビデオかけてね、これ見たらいいわとか言うけどね、うーとか言って見ないんですって。で、そうだと思ってね、秋元牧師のテープをかけたりね、私のテープをかけたりしてね、さりげない聞かせようと思うけど、聞かないんですって。でね、はぁーと思ってたら、神様に言われたんです、さら洗ってたら。あなたが伝えなさいって。もう散々伝えてんですよ。ね、この奥さんも本当に明るく伝道する方から、散々伝えてダメだった、今までね。でも、はっきり、あなたが伝えなさいと。でも、彼女はその時ね、従ったんですよ。で、隣に、言い押さえてくださって、隣にとってね、ね、いつも話してきたけど、神様信じることはね、特別なことじゃないし、弱いからじゃないのよって。神様がいるのは当たり前のことで、信じることの方が当然なのよとか言ってね、その後にね、もう、三段白が語ってるからね、神様に助けてもらわないって聞いたんですって。そしたらご主人がね、もう、神様に助けてもらう以外、手がないって言ったんですよね。びっくりしちゃって。それで、じゃあ信じないって言ったら、わかった、信じるって言ったんです
それでね、奥さんが、じゃあ私について祈ってって言ったらですね、言ってました。秋元牧師が招きの時、私の招きの時の祈り、必死に思い出してね、必死に思い出して、天の父様って言いながらね、一生懸命思い出して招きをしたの。奥さんを通してご主人は、そのソファーで、イエス様を信じたんです。見事ですよね。その時ね、それまで全く固くないで、奥さんが言っても耳を傾けなかった方は信じちゃった。で、これで終わらない。それだけでもハレルヤだったんだけども、ご主人はそれから教会に来るようになって長崎にも来られました。一番最初は長崎に来られたんですね。当時のりこ牧師がおられましてね。今でもよく覚えてます。昔の街道でね、一番最初の街道でね、ちょうど入ってきた時にのりこさんが CS ので、ね、子供に説教しててですね。お父さん入ってきた瞬間、こう固まっちゃって、たんですけど、まあ、そんなことがあったんですね。そして、その後福岡に行かれて、その問題ね、を解決するにあたって、彼は祈ったんです。聖書を読んだんです。教会に来て説教を聞いたんです。で、決めたんです。ね。そのいろんなトラブルがあった、一つ一つの CM を取った会社に全部きちんと謝って、不正をしたものを全部きちんと返す。まあ、クリスチャンなら当たり前なんですけど、世の中は当たり前じゃないそうで、重要会議のした時に、大反対を受けたそうですね。我々は今回発覚したけど、どの会社も普通にやってることだって。今回発覚したけど普通にやってることだって。こんなことしたら、ね、ますます信用を失う、認めてしまうことになるから、信用を失うし、お金はね、大変なことになると。ね。だから、もうそれで、もうそんなことしたら、半年経たないうちに、うちの会社はもう危なくなるとか言われちゃった。でも彼は神様に示されたから、もう自分が自ら全部の会社の赴いて、全部謝っていったんで、きちんとやったの。どうなったか。逆にすごい信頼されてね、トップが自ら来て頭をきちんと下げて心から謝るでしょ。全部不正を返したでしょ。福岡ってのは、九州のはそういうとこがいいとこですね。それで逆に信頼されて CM がなくなるところがどんどん入ってきたんです。3ヶ月後に、良くなってたんですよね。そして、もう2年で会社はダメになる、半年後危ないと言ったのに、半年後だったっけ、忘れたけど、三冠王で視聴率となんか三つあるんですって、テレビ会社が競争してることは。その三つが、九州では、福岡では、三冠王だけど、三つとも、その後二年連続一位になったんですって。これはそれまで、その会社でもそれまでなかった記録を作ったんですって。これでね、もう、蹴りがついたから辞めたいと思ったら、辞めるなコールになって、それで無理やり断って辞めた。そしたら岩田屋が、非常に経営困難になったので、岩田屋助けてくれって、岩田屋の社長さんに、報酬なしで入ったんですね。で、岩田屋も再興しちゃいました。彼が一生懸命努力したことは確かでしょう。でも、はっきり神様の言葉にしたかったんです。全然神様関係なしで生きてきたのに、ある時神様に救われて、そこから神様に応答したら、世の中ですよ。全く数字だけの世界の世の中。で、はっきり主が現れたんですね。いいですか。神様生きてるんです。神が与えるカナンの地というのは、教会にとっては、はっきり終わりの時のリバイバルです。世界で起こる終わりの時のリバイバルですね。そして、長崎教会にとっては特に日本のリバイバル。はっきり長崎に行く時、それがポイントは長崎にあって示されてきたので、ね、終わりの時の全世界で起こるリバイバルは、もちろん群れ全体の明確な神が与えた約束で、長崎もその約束がありますが、特に長崎の場合、その中でも日本におけるリバイバルということに大きなポイントがあります。ね、これは群れとして。その大きな働きの中で、あなたに神が与えている、がきっとあるはずなんですよ。神があなたに語ってきている約束や言葉が。いや、これからね、ヨシアの時代、ジョージの時代に入るぞっていうことなんです。説教ありますが、大事なことがある。神様の約束の成就の仕方は、人の方法とは違う。さっき言ったその時にね、みんな重要会議で反対されたん。でもそれが実は祝福だったのに、エリコの最初取った時ね、エリコ戦争するのに、6日回って1回ですね、7日目7回回ってね、7回回った後に時の声を上げる。だから、わーとかおーとか言ったんでしょうね。で、戦争だから、6日黙って回るのはわかるし、7日回るのもわかるんですね。でも、おーなんて言ったらね、向こうがおーって言ってこうね、撃ってくるわけですよ。真面目に。戦争なんだから。自分たちの場所を教えることだから。愚かで、バカな戦い方なんだ。でも、その時地震が起こって、これ考古学的にエリコで地震が起こったことは証明されてるんです。ね、その時地震が起こって城壁が崩れた。時の子を上げた時に誰かけつまずいてね、時の子を上げるの10秒遅れたらどうなったのか。10秒遅れ地震が来ました。本当に私を信じています。神に従った結果勝ったんですよ。エリコってそんな簡単に落ちるところじゃないんです。勝っちゃったんですよ。その絶対落とせない城壁が崩れてしまって、
神の方法で。その後ね、次の町に行った時、愛っていう町に行った時にね、アカンっていう人がアカンことをしたわけです。その結果、3000人で取れるところを取れなかったんですよ。面白い。簡単に勝てる相手に勝てなかったんですよ。なんでかわかりますか？主の言った通りしなかったからなんですよ。で、ヨシアキの特徴は、神様のおっしゃる言葉に従って踏み込んでいけば、いつも神が圧倒的な勝利を与えて、約束通りカナンの地をどんどん取らせてくださったんです。だからね、時が変わったのです。私たちはね、神がおっしゃる言葉を信じてね、踏み込んでいくのです。過去のことに縛られて恐れていちゃいけません。無理だと思って諦めちゃいけません。もちろん神が語ってないことはね、無理に働いている言葉に関しては、踏み出していくときに奇跡が起こっていくんですね。それをね、ぜひ覚えていてほしいと思います。それでは、時間が来ましたのでお祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたが、イエス様豊かに働いてくださって、ヨシアの時代に、はっきり宣言が起こったように、今、日本にも、そしてこの群れにも、この教会にも、新しい時が来ていることを感謝いたします。今まで長い忍耐や戦いを通ってきた人たちが、いよいよ神の約束の成就を見る時が来ていることを覚えます。信仰を働かせて神の言葉を聞き、踏み出していけるようにどうぞ導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。しゃべれました。何をしてほしいのですか？今具体的にあなたの心からの願いを神様に向かって言ってください。自分のことでも家族のことでも友人のことでもどんなことでも構いません。その願いと求めに主は答えてくださいます。天のお父様、一人一人が信じ下げたこの願いと求め、それに応えて心と体を癒し健やかにし、霊的な問題に対する解決と勝利を与え、お仕事を祝福し、学業を祝福し、イエス様、こじれた環境を回復し、経済を祝福し、健康を祝福し、あなたの御業と栄光を与えてください。解決と勝利を豊かに圧倒的に与えてください。主イエスキリストの名によって命ずる心と体を癒しされよ。胃の痛み、腰の痛み、イエス様って命ずる完全に治れ。脳梗塞から来ている後遺症、イエス様って命ずる完全に癒しされよ。やめたいと思ってのにやめられない、ある方はお酒、ある方はタバコですかね。本人が辞めたいと思っているのに辞められないでいる方がいますが、その方は、その辞められないことを感謝した上で、神様に求めていきなさい。あなたは、いや、私は神に求めてるって言いますが、ちょっと、時間を定めて祈りなさい。たとえ5分でも10分でも、その祈りの中であなたの心が非常に深く探られます。その中で神様はあなたを取り扱われて、その後に嘘みたいに解放されます。ある方は今日のメッセージあなたに語られてるんですけども、あなたは以前聞いたことがあって、ああそうかっていう感じで、なんか聞いてるんですけど心にそれを残していません。私はあなたに語っている、時は変わります。へりくだって言葉を受け、これから変わる時をしっかり捉えなさい。あなたの人生において、あなたが置かれているその場所において大きな変化が来ようとしています。来始めています。あなたがそれを信仰を持って受け取るならば、はっきり神の技を見ていくようになるだろうと主は言われます。信仰の足を踏み出すように言われている人はいます。ある方は洗礼、ある方は聖霊のバプテスマ、ある方は献身。献身というのは別に牧師になるところじゃありません。人生を神に捧げて、ある方はサラリーマン、ある方は、先生、ある方は、この学生でしょう。人生を神に捧げるように促されている人はいます。ある方は賜物を持ちなさい。すべての人が言われていますが、強く言われている方がいます。それは前から感じているんだけど、だけどなかなか賜物を用いていない方がいらっしゃいますが、賜物を用いるだけで、いろんなことが祝福が始まってくると知られます。私の祝福を狭くしてはいけません。私はあなたにもっと豊かに、もっと大きく祝福しようとしている。その祝福を受けなさいと知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。オンラインで礼拝されているお一人お一人にもあなたの手を置き、あなたの技と栄光を表してください。境内を祝福し、この人間的に踏ん張るんじゃなくて神の言葉によって進むことを具体的に導いてください。奇跡と勝利を与えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、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 ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いいたします。